皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。カルチャンネルのカズです。今回はですね、昨日の11月5日にリリースされたプレイステーションビータのシステムソフトウェア 3.0 について紹介していきたいと思います。軽くね、プレイステーションビータがちょっと変わったので、紹介をしていきたいと思います。まずはですね、こちらの PS4 リンクですね。こちらはですね、プレイステーションビータを使って、プレイステーション4を遠隔操作できますね。今発売されているプレイステーション3を、PSP や PS ビータで、リモートプレイとして使えるのと全く同じ機能になります。あとですね、セカンドスクリーンとして、利用することができますが、プレイステーションビータの方は対応していない、プレイステーションビータじゃないですね、プレイステーションビータ TV の方は対応していないそうです。あとですね、ここのペアレンタルコントロール機能なんですけど、 こちらはですね、プレイする時間とか年齢制限のあるビデオやゲームなどをね、ペアリング、制限をかけることができますね。あと、こちらのフォト機能なんですけど、パノラマカメラがつきましたね。R ボタンを長押しすることでパノラマ撮影がすることができますね。とても便利になりました。次はですね、こちらの、フレンドのところですね。若干、UI がね、変わりました。前よりね、結構オンライン状況とかがより分かりやすくなりましたね。あとはですね、こちらのパーティーですね。こちらのパーティーアイコンが、なんかアバターみたいなやつから、普通のヘッドセットみたいな形に変わりましたね。こちらは、プレイステーション4を持っているフレンドや、プレイヤーとボイステキストチャットができるようになりましたね。あとはですね、こちらの、ゲーム自体なんですけど、結構昔にね、発売されたプレイステーションのポケットステーションというプレイステーション規格のソフトにも対応するようになりました。あとはですね、こちらの E メールですね。このプレイステーションビータ自体で、連絡先を同期して、編集したりね、削除したりすることができますね。あと、こちらのビデオなんですけど、こちらはね、プレイステーションビータで再生中のビデオをプレイステーションビータに転送して、プレイステーション TV に転送して、テレビで見ることができますね。ただ、ネットワーク内にないと使うことができないそうです。あとね、こちらのコンテンツ管理ですけど、こちらの Wi-Fi 機能を使って、PS3 と接続して Wi-Fi 接続でデータ転送ができるようになりました。とてもね、便利になりましたね。年末から、プレイステーションビータはね、結構、ゴッドイーター2とか FF10 とか結構出るんで、さらに盛り上がっていくと思います。日本ではね、プレイステーション4の発売は、来年の2月22日と遅くなってしまうんですけど、それまでね、結構ビータで結構遊べると思います。こんな感じでグラグラでしたけどね、動画の方を、お送りしました。気に入っていただけたらチャンネル登録を高評価お願いします。それでは皆さん、さよなら。